はい、スリムクラブ内間さんの等身大の僕で生きるしかないのでという本が3月1日に発売されております。読みました。ざっくり内容は、生まれ育った環境が自分の心をオブラートで包んじゃったり、鎧を身につけちゃったりして、世間や、周りの方々とのギャップが生じて、なんかうまくいかなくなっちゃって居心地が悪くなってるというそういう内容から、家族の皆さん、相方のスリムクラブ前田さんとのいろいろな真摯な話で、少しずつオブラートが取れたり、鎧を外してそのままのありのままの自分の表現できるようになり始めたら、なんか、心心地よくなってきたという、そういう本です。なんか読んでてとっても癒されました。皆さんもぜひ、ご覧になってください。これで内間さんの心はありのままで表現できたと完結ではないと思います。何年か前からやってます YouTube の生配信、スリムクラブ心の癒しチャンネルを当初から、ずっと見てますが、そこで内間さんの心といろいろなやり取りをして、だん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 内間さんの表情も良くなってます。むしろこの本が内間さんのありのままの自分のスタートじゃないかなという、その配信を並行して見てると思います。どうぞこの本ご覧になってください。皆さんがこの本を買っていただく、図書館で借りないで買っていただくと、内間さんの地獄の長期返済ローンの足しになります。どうか一つ本をよろしくお願いします。